皇太王は、皇栗の第十九代の王。聖は皇、忌み縄断徳。先代の古国女王の息子で、三百八十六年に大使に立てられており、戦王の死と共に、かのとうねに王いについた。戦費の前円の攻撃を受けて衰退していた皇栗を、中皇し、領土を大きく拡張した。皇太王の名は、皇太王碑文によれば正式なくりは国、 岡上広史井戸栄平安皇太王と言い,い、韓国では公海道王、または公海道大王とも呼ばれる。在位中に英楽という年号を使用したので、英楽大王とも呼ばれる。王の即位年について、皇太王碑文では前述の通りかのと云年とするが、三国式、公国本理や道書、年表、また三国維持王歴においては人新年の即位としており、 これにより、地赤年や死去年についても一年の差異があるが、本校においては、漢史表記年は後退王秘文によるものとし、江とを伴わない表記年は、三国式によるものとする。三国式後栗本理、後海道王記やくだら本理、議事王記によると、後退王は、自分たち後栗王は、皇帝の孫の蚊やし、皇帝の彦の皇宍氏の子孫であると称していた。 長寿王が皇太王のために作った銅器の名文送りなが示す通りに皇屈は領土を拡大させたが、冷静行を境に、くダラに対しては即位始めから構成を取った。人心年には、石室釣城を含めた十条を奪取し、関いよいよ城を陥落させた。後五年には、水谷城を築き、おつひつじには、 現在の霊成功まで反撃するくだら軍を撃破して、くだらとの説教に7条を築いて、防備を強化した。日の江猿年には、観光を越えて進行して、くだらの58条700、村を陥落させ、くだら王に多数の育地や織物を献上させ、長く連属することを誓わせた。しかし定幽年、くだらの阿信王は、王子天使を人質として、和に送り通行する。 高主年高栗は和の信仰を受けていた白木に北機五万を派遣し、白木を救援する。この時白木の王とは和軍の信仰を受けていたが、高栗軍が迫ると和軍は尻ぞき未満、な、からまで後退する。高栗軍が追撃すると和国三家の荒軍が白木の首都を陥落させたため、402年に白木は、名骨ツ資金の王子羊格、金を人質として和に送り、 国交を結んだ。甲新年になると、大崩壊で、和軍の攻撃を受けるが撃退した。日野と羊年には後つばめに侵攻して六条を、内鎧一万両を得た。このような南方での勢力拡張策とともに、西側への侵攻も図っている。当時高栗の西方にあった母養子の後遠国に、施設を派遣するなど、友好関係を維持したが、甲子年にご縁を、母養生が、 ソシカ流域にあった、コウクリの南、イケル城と新城に侵攻してくると、交代を後つばに対する反撃を観光した。この時、両東城を含めた両河東岸地域を侵略した。この他にも、人心年には、北方でキッタンを制伐し、男女500人を捕らえるとともに、キッタンの捕虜となっていた、コウクリ人1万人を連れ戻した。宝術年には、東、 不を屈服させることで北と東に領土を拡大し、西は領が、北では海原から根イアス、東では今春、南へは林杖流域にまで至った。また、内政の整備にも力を尽くし、上司、芝、三軍など中央官職を新設し、歴代を領保護のために守護人制度を制定した。には、ピョンヤンにをして、先代の国王に習って、 仏教を奨励した。在位22年にして412年に39歳で死去した。三国式によれば、送り縄、公海道を埋葬地は伝えていないが、皇太王妃の建てられた将軍塚、太陽陵が王の墓地と否定されている。詳細は、皇太王妃を参照1880年に周安で発見された碑石は、 後印年9月29日期のととりに息子の長寿王が皇太王の功績を称えて混流したものである。約1800字からなる碑文は純粋漢文で記されており、4世紀末から5世紀初の朝鮮半島の歴史だけではなく、ヤマトが登場することから古代日朝関係史を知る上での貴重な資料となっている。この記念は皇太王碑ではなく、三国式に基づく。 ありがとうございます。